はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。いよいよ初日ということですけれども、今のまず心境をお願いします。どうですか？落ち着いてます。落ち着いてます。はい、とっても。昨日も12時半ぐらいに寝て、朝起きて7時ぐらいに起きてご飯食べて、いろいろちょっとケアして、喉のケアとかして来ました。はい、バッチリバッチリ。はい、昨日僕も12時半ぐらいに布団に入ったんですけど、全然寝れなくて、こんなに緊張しているのは人生で初めてぐらい緊張しています。なので大島さんと真逆です。真逆ですね、はい、真逆ですね。で、今回5役ですよね、はい、膨大なセリフの量という、はい、まあ、そもそも2人芝居なので多いんですけれども、そのプレッシャー初めてですよね。そうですね、こんなに量が多いのは、はい、でもその5役って言っても大島さんの方が喋ってる分量は、まあ、多いとか、ものすごい、ものすごい分量なので、だからそれはあまりね、やっぱり、うん、先輩である康介さんが結構あたふたしている姿を何回か目にしているので、だから落ち着いてるのかもしれない。逆に結構あたふた、結構ちあたふたしてる。だから僕があたふたすればするほど大島さんどうやら落ち着くみたいな。だから本番もあたふたしていく、僕あたふたしてると大島さんは落ち着いてるなって思ってくださって、はい、わざとそういうふうにね、あの先輩の配慮として。そう、私を成長させてくれてる、うん、違うでしょ。もう無償の愛ということで、本当にここにあの包丁がポスターに持たれてるのもありますけれども、はい、この稽古中でいろいろと勉強されましたか、無償の愛とか愛について。無償の愛、まだちゃんと読解できてる気はしてないですね。まあ、最初というか、まあ今日立つまでに稽古重ねてて、やっぱりセリフを覚えるのがいっぱいいっぱいだったりとかして、一つ一つ読み解いていくことはやっていたんですけれども、まあ全てできてるわけではないので、やっぱり千秋楽までにちゃんともっともっと自分、あ、ごめんなさい、自分の中に染みていけばいいなとは思ってますけど、だからもちろんあのお見せする方にもこっちがこう話題を提供というか提示する側なんではあるんですけれども、それでもやっぱりやってる方も自分で悩みながらやっていくんだなっていうことは、舞台っていうのはそういうものなんだなっていうことをなんか知った気がしますね。このみゆきさんに共感できるところってあるんですか？共感、女性として、うん、へえ、共感、あ、でもなんかこう好きになってしまったりとか、愛してしまったらこう周りが見えなくなって盲目になるっていうのは、みゆきの気持ちはすごいわかる気がします。これまでもそういう感じで恋愛を重ねてきましたか？あんまりないかもしれない役としてね、役としての共感があるっていうか、ね、割とね、仕事優先になっちゃうんで、うん、そうですか、はい、康介さん、康介さんとお呼びになってる、うん、そうですね、稽古中とかも。そうですね、そうですね、あの、うん、5役ぐらいやってるんで、どれで読んだのかちょっとわかんないんで、うん、ご一緒で今回初共演ですけど、いかがですか？はい、そうですね、もうその2人芝居なので、舞台上、まあ、本当にあの頼れるのは大島さんしかいないんですよね。もう そういった意味ではもう最強ですね。やっぱりもう大島優子最強伝説の幕開けじゃないですかね、この舞台の幕開け。やっぱり何それ、素敵な見出しが出てる。いや、もう本当にすごいと思います。本当に心強いんですよ。僕がどんなにテンパったって全然落ち着いてあの対応してくださるので、本当にだから心強い。例えばどんなところ、どんなところ、僕がなんかあわ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 噛んでも大島さんはしっかりと受け止めて次のお芝居に移行してくださるっていうんですかね。本当にだからもう常に冷静なので、大島さんがこの冷静さは、大島さん何、はい、忘れてるなとかって思いながらとか思うとなんか愛嬌があるんですよ、とっても、あの康介さんって。だから、あ、可愛らしいなと思って見てる。一緒の舞台やってて、はい、こんなに愛嬌があるとか冷静に考えられないでしょ、本当は。本当は夢中になって2人やってるはずなんですけど、どこかしらの客観性をやっぱり持ってらっしゃるっていうか。だって忘れるとちょっと間が空いて、
思い出した時にあっって言われてたでそのあって思い出すのだけはおさむさんにやめてくれって言われて、いくら忘れても、はい、そうですね、あって言わなくないですか。あからさまにやっちゃう、忘れたって言われちゃう。そうですね、あからさまに間が空くと思うんです。だから本番間が空いたらもう確実に僕が忘れたんだっていうふうに思ってくだされば。そうですね。でも、その膨大なセリフの量とかどうやって覚えちゃうタイプですか。どうやって、もうひたすら読むしかないですよね。ねえ、読んで覚えるしかないです、ね、こんなに読んだの初めてぐらい読みましたね。台本初めて、台本あんなにいっぱい開きました、うん、申し訳ないですけど。やっぱりそうやって舞台はこれまでもAKB でね、たくさんの人たちと一緒にやってた、何回も舞台踏んでるから、その舞台の慣れみたいなものが生かされたりするんでしょうかね。ああ、それはあるとは思いますね。やっぱり緊張して、まだ緊張してないんですけど、まあ、本番初日舞台が明けるときに多分緊張するんでしょうけど、でもそのやらなきゃいけないことが明確に分かっているっていうことでステージに立つっていうのがちゃんと自分の中で整理できているので、だからそれは AKB でやってきたことが多分これにつながってるのかなとは思いますね。ドラマに映画に舞台にというふうにお忙しくなってますけれども、なんか自分の中ではどれが一番。分かんないですね。どれもどれも一番じゃないかもしれない。聞いてわかんないですね。あ、そうですか。うん、まだまだ舞台をやっていきたい思いも。そうですね、1年に1回とか1,2 年に1回とか3年に1回とか。あ、そっち。まあまあスパン空くんですね。いや結構ね大変だなと思って、はい、まあ、2人芝居だから2回目の舞台で2人芝居でちょっと膨大なセリフとずっと出っ放しとかっていうところで、あ、こんなに大変なんだ、これをコンスタントに続けている役者さん本当にもう恐れ多いなと思って、私はできないと思います。